サンマテオのダウンタウンに向かっております。今日は金曜日で、主人が会社今日はお休みしているので、ブランチを食べに行こうということになりました。昨日は雨が降ってちょっと寒かったんですけれども、今日はいい天気になってます。新緑が綺麗になってきて、とてもいい季節になってきています。店内飲食もうできると思うんですけど、アウトドアも残しています。放射天国になって、このようにテント出して外でも食べれます。2時間で 1.5 ドルになりました。こちらがエルカミノという通りです。これずっと長い距離続いてる道路なんです。えい、このお店です。あれば食べたいけど、アップルターンオーバーとか美味しそうじゃない？はい。Do you have chocolate croissant? Not anymore. We have chocolate chip cookies, the little chocolate bites, and yeah, that's all the chocolate things. The bread, chocolate. I can help you guys over here. なんか持ってよか？これコーヒー。あのおしゃれなコンビニ。いただきます。ラテです。美味しい。これもちもち、この中身がチーズがすごく美味しいです。かなりしょっぱい。お酒のつまみに良さそうなのあるよね。パンもすごい、パンと味わいが、パンもサクサク。うわー、ぐちゃぐちゃになったすごいパラパラこぼれるんですけど、この中に自然なリンゴの味、シナモンがすごく効いてて、子供の食べ合わせたみたいな。パリッパリです。チョコレートクロワッサンとアーモンドクロワッサン食べたかったんですけど、もう売り切れちゃってて、10時前くらいにまでには来ないとなくなっちゃうみたいです。人とかもなく、下手したらすごい汚らしくて、そうですね。立派なリリー咲いてるね。すごく人のと車の往来が増えてます。コロナの最中はすごいガラガラだったんですけど、ここイタリアのお店だ。ツルキというスーパー、日本スーパーに向かってます。日本のお弁当屋さん人気、日本スーパー来ました。梅干しがいっぱい、雪見大福あるね。値上がりしたのよ。
3.99 くらいだった気がする。どんどん値上がりして冷凍うどん不足が起きていると聞いたんですけど、まあそこそこうどんはあります。納豆あります。すごい、ジンジャーエールの素とかあるんだね。クゼフクってこんなの出してんだ。いつも売ってるにじやさんじゃなくて違う日系スーパー来るとまた面白いよね。ハウスバーモンドカレーが安くなってます。変わったものはない。そうだね、まあ大体にじやさんと一緒だけど、でもなんかほらちょっとこういうさ見慣れないのもあってさ面白いよね。ソイラップ生ハレ巻き的な、生じゃないけど面白いね。球審を探してたんですけど球審はないですね。やっぱセイロガンはあります。ちょっと体に悪いもの買っていいかな。お腹空いた時にこれお湯で食べたり。だったらもう魚ですね。今日はホタテ、わーすごい。味噌漬けとか売ってんだ。ここにも私のお気に入りが手作り味噌ありました。焼きそば、あ、お稲荷さん売ってる。お稲荷さん買ってこうかな。なんかこのとても美味しそうなクゼフクのしそ味噌、どっちがいい悩ましいんだ。どっちかというとグリーンオニオンの方が売れてそう。でもしそも美味しいよ。だどうする？じゃあこれにします。塩料ね。ベジタブルズステーキ。あ、そっちはねチキンとベジタブルって書いてある。同じじゃない。あんまりヒントだな。正直に心に聞いてみる。ネギ、あ、そうなんだ。じゃあやっぱネギでいきましょう。買うことにしました。すごい、ありがとうございます。すごいあとねこのケリーズクッキーっていうのすごい美味しいんですよ。この特にこのメルティングモーメッツってやつをお友達にもらって食べたらものすごく美味しくて、すごいすごいおにぎり売ってます。これパンムスミ、懐かしの三角おにぎり。野菜を買っていこう。チンゲン菜 2.01、 量が多くて2ドルで安いですね。ヒカリファームのわさび菜売ってました。長芋高いんですよアメリカ。これで 9.37、 これ買ってこうかな。 OK、 帰り歩きながら動画の YouTube タイトルを考えております。朝ですね、やっぱり。コールビートだったね、全粒分。いただきます。すごい、ごまがいっぱい。あ、結構酸っぱい。美味しい美味しい。こういうパンが好きな人にはつまらないんじゃない。そうだね、スープとか添えていただいたらいい感じ。